もう今もう時期も終わっちゃったからな。冬山っていうか、うん。ゲレンデはもう終わりだんべ。まだ空いてるとこもあんのかな。4月、特に今年は暖かいから陽気が、もうほとんどクローズじゃねえか。うん。ゲレンデの女性は綺麗に見えて、騙される。あー、それよく言うよね。うん。わかる。それはわかりますよ。うん。まあ、騙されるっていうか、うん。可愛いっちゃ可愛いよね。なんでかっていうと、ゲレンデに基本デブはいないから、アースさん。なあ。親方いらっしゃい。ゲレンデにデブはいないよ。うん。だろ？あれ不思議だよな。デブいないんだよ。ああ、だから、デブはやっぱりスポーツできねえんだよ。ああ。まあ、女も男も、まあ、デブいないよな。それは思った。うん。体型は努力次第でなんとかなるから。そりゃそうだよ。うん。かなこさん、初見いらっしゃい。夕立ちで帰宅して急いで洗濯、ビーフカレー？あらま、大阪降ったのかな？まあでもさっきカラスが鳴いてたから降ってねえな、この辺は。ああ。後で俺また、あれだな、ロックアイス買ってこよう。コンビニ行って。うん。ああ、だって、アース、関東は、落雷警報出てるだろう。今日夕方、落雷来るで。うん、おそらく。雷が鳴ったりとか、ザーって降ったりとか、多分関東地方はそれあんじゃねえかな。うん。でしょ？雷もな、なると思うよ。ゴロピカドンだよ。うん。いわゆる、ゲリラ、みたいな感じ。うん。あ、で、過ぎりゃもう晴れるからな。うん。一瞬だけだから。もうでもこの時期からゲリラだぜ。いわゆる。いや、今年の夏は、ちょっとやばいかもな。いや、だから早いんだって、もう。季節の進みが早すぎて。うん。だって、普通4月なんて、ゲリラなんて来ねえんだから。うん。ゴロピカドンもよ、カビナリとかよ、だって氷が降ったりとかよ、だから、もっと季節が進んでったらやばいと思うよ。うん。
と俺は思うけどね、個人的には。まあ、気象がおかしいっていうか、もう何もかもがおかしいんだよ、もう。世の中が。やってることは。ね。コロナもおかしい、オリンピックもおかしい、気象もおかしいだよ。全ダメだよな。ニコ生時代見てました。俺、大体俺呼ばれるのはチャンマンとか呼ばれるけどね。ニコ生時代見てました。そうだな、その三つだな、ウナとかチャンマンとかサノーとか。ニコ生時代ってことは、俺はイケイケの頃だべ。なあ。ぶっちぎりだった頃だべ。だいぶ優しくなったべ。今の俺は。トコプ？いや、別に呼んでいいよ。そんなの。その代わり俺とLINE 通話しないとダメだよ、頻繁に。また俺ここで変な条件付きだった。そう、もちろん。いや、3はつけなくていいんだって。あと何杯分ぐらい氷残ってっかな。1杯2杯分ぐらいか。その後、留守番するみんな。なあ。立ち見で見てたんですよ。プレアカじゃなかったの？かなこさん。じゃあしょうがねえな。プレアカになんないとアリーナ入れねえからな。当時のニコ生は。俺のせいじゃないからね。そういうシステムを作って、プレミアムアカウント会員を増やそうと画策したニコ生運営の手口だからね。何そのシャツ、ボロシャツ。
かれとっとくか。ああ、ボキボキなるわ。肩甲骨は心地いい。うん。お借りとってきます。ワンツースリーだな。あとでファミマ買い物行くのは1が二階堂だろ、2がロックアイスだろ、3がタバコな。ワンツースリーだな、うん、よっしゃ。猿でもメモらなくて大丈夫だ今日は。うん、あんたたち行くわよ。いいわね。ベビー。ああ。ありがとうございます。でもいいよな、あのさっき放送ほら俺も放送でも言ったけど TGA とかさ、あのキャンプ行ったりとかさ、でリスナーもとんでもねえ数字いるじゃん、4000人ぐらい見てんだぜ、すげえよな。うん、人気者だわな、うん、アクティブなんだろうな。うん、やってるよね。ゼロワンってやつはふわっちで1万人超えたらしいですよ。ああ、そうなんだ。なんか昨日俺になんか、あの、野田を介して、なんか言ってきたけど、うん。もう俺はあんまりよくわかんねえからさ。台本やろうね。いや、それは俺わかんねえけど、いや、じゃあ、野田がかけてきて、そこの現場に野田と、金梅と、ゼロワンっていう人がいたのよ。で、相談があるんですけど、とか、言ってきたから。まあ、最後に野田には釘を刺したけどね。おめえらよ、って。もうこんなはね、おっさんね、使ってまでも、人呼び、ね。ネタにしたいぐらいになっちまったんだなって。俺かななんてお前らになんか連絡しないよって。
女を欲しがってたね。いや、1万人超えの配信者だったらいくらでも女から連絡あるよ。それは俺が保証するよ。女には困んねえから。うん。だって当時うなちゃんマンでさえ、まあ、10年以上前だけどね、山ほどレディースからアクセスが来たんだから、このブサイクおじさんでも。あ？それ考えりゃお前いくらでも来んべや。なあ、まあある意味それは多分欲しがってるふりをしてるだけだろうね。欲しがってるふりをしないとたくさんアクセスが来ないから。黙ってたら誰かいるんだろうなって思われちゃうから。うん、まあそのパターンじゃないですか。配信者の心理として見りゃそういうことじゃない。わかんないよ。俺、その配信者の配信のやり方なんていちいち気にもしてねえし。どんな人なのかも興味が俺はないから。うん、なんか、金梅もなんか、生きてたけどね。もうやめないもん、そういうの。俺に生きたってなんもないよ。うん。ただの小僧がさ、そんなことさ、佐野佐野って連呼したってどうもなんねえんだから。なあ、そんな頑張んなくていいよって話。うん、カビゴンさんいらっしゃい。マブレありがとう。なんでそんな頑張って生きるのかね。俺別に喧嘩なんかする気もないし、ましてしてもいないのに。えーせねー、意味わかんねえよって。バカなのかなこいつって。いや、バカなんだと思うんだけど。いや、何の用事ですかっていう話だよね。何の用事なのかなみたいな。俺別に俺からアクセスしてないんだけど、みたいな。うん。今頑張って放送やってくださいよ。ねえ。なんか、3月は俺は300万稼いだんだよとかって、別に聞いてねえから、そういうのを、みたいな。あ、よかったねって。なあ。用事を受ける方も同じレベル。いや、野田がかけてきてるから、で、コメントにも今かけてるから出ろって出たから、じゃあ出てやるよ、つって。別に邪魔になるようだったら切っちゃいいだけの話だから。
カトでよかったんでは。まあどっちでもよかったんだよ俺は。結局は閲覧数が目当てなんだから、それも突っ込んで聞いたよ。そしたら正直言ったよ、そうですって。どうだろうって、佐野にアクセスしたら自分らの閲覧増えるからとりあえずかけてみようってなったんだんべって。で増えたんかよっつった、増えてますとか言って、あよかったじゃん、俺の方は変わんねえよっつって。うちのリスナー行儀がいいからっつって、まあまあなんでそんな何人も集まってやるのかねって思うけどね、配信をね。うん、一人でねやりゃいいのに。5時か。いや、今日は一旦ここで切っちゃうか。なあ。ここで一旦切っといて。うだうだ1時間ぐらいしたら俺は6時から野球見てだな。